ショールームなんか来たんですけど違うチームの人混じってきたんですけど、チームの配信今日6時45分って45分でした。なるほど、なんで聞いたここにいつも書いてるから。えらい、チームの配信やで。チームじゃないよ、チームの配信やで。原さんについて語って、原さんの好きなおにぎりの具なんやと思う。ゆいなはチーム M の挟まれた配信をしていて、とにかくしんしんは公演前配信をもう今してます。原さんはもうちょっと公演前にゆっくりできるように。そう、原さんはだって明日名古屋行くねん。そうやで、やばくない？今ねリハやってきたところ、うん、もう汗だくやねんけど、なんなら合間よな。そう休憩時間に、ね、今合間やってます。休憩やってます。もうみんな疲れた疲れやで。ヘイ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 、ここ台本見せていい？あかん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 、しっかりドア閉めな。ほんまや、よろしく。やめてよ。さ、閉めた。はい、ありがとう。閉める係ね。そう、今からドア全員閉める係。ヘイ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 、前田のれいこちゃん、原さんやんな、出口の席な。多分ね、な、原明日名古屋って大変ね。堀派公園やもんな。原堀前だ。まさか前日に公演してるとは思わなかったけど。えらいよ。えらすぎるよ。君たち、まあ次ね。確かに。次は君たち。はい、ドア係、ドア係、ドア係。ドアマン。ドアマン。ヘイヘイヘイ。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 ドアマン。マスクあったら。あ、マスクあるんじゃない？ある、うん、でもみんなどうせ先終わるやん。確かに、うん、確かに。それはそう、みんな買ってくれへんから。え、そんなことないよな。苦情もんやから。そんなことない。いや、ここは待ってるじゃあ。ゆいなは待つんじゃ。ゆいなもうここまで最低。ゆいなは待ってくれる。ゆいなは待ってくれるんじゃ。ゆいなだってポチャムやもん。どういうこと？ポチャムやから。キミマロのこと待ってくれるやん。キミマロはハルカやろ。キミマロはハルカやった。そうやろ。そう、色だけやん。ね、そっか。仕方ねえなって言って。たく、仕方ねえな。もう最近みんなこればっかり、ほんまに。もうなんでも。なんかな。ポチャム見るたびにな、もうなんか愛着湧いてきた。ユイナに見えて。ユイナが一番愛着湧いてるやん。うん、湧いてる。めっちゃグッズ増えてるもん。そう。なんかさ、もうな、唇の感じまでユイナやな。形が。そう、確かに。マジで。いやでもあれよな。似てるんです。久しぶりかも。カビゴンレベルでビビッときたもん。いや、カビゴン以上やで。マジ？カビゴン別に似てるって思わへんもん。食べて寝るだけっていうモットーが似てるかなって思ってた。やっぱもう帰ってきた。キミマロとしては変わってるやろ。キミマロ言い過ぎじゃない？明日名古屋変わってるね。その時々でキミマロ変わるから。そうやね。おじいちゃんじゃない。マイティーです。マイティーか。ほんまに誰かわからんかった。おじいちゃんじゃない。おじいちゃんじゃない。おじいちゃんじゃないよ。おじいちゃんじゃない。ひどいです、この人。おじいちゃんじゃない。寝てるマイティーのことをおじいちゃんって。おじいちゃん。今日何時に起きた逆に。え、5時ぐらい。やばい。え、うん、でも早くも6時半寝れるやん、うん、6時半に6時半に起きて。でも昨日のうちに今日の朝ごはんのおにぎり作っといたもん、朝ごはん。なんならもう早く明日の用意してる。早っ。もう今日さ、公演終わって帰ってする気力絶対ないと思って。昨日も気力なくて、やめたら。私もなかったな。昨日やった。とりあえず入れれるものは全部詰め込んで、確かに帰って、もうあのメイク道具とか詰めるつもり。確かに。やばいよな。やばい。明日って時間ない。明日ないよ。楽しみ。皆さん、名古屋来る方。名古屋来て、今から。まだやろ。いや、マジさ。
名古屋行きやすいよね、うん、だってガンガン名古屋ツアー、名古屋ツアー行けますよ。あの難波からあの近鉄の火の鳥乗ったらすぐ着きます。火の鳥めっちゃ押すやん。だって新幹線より安いやん、うんうん、だからさ、もうだって言うて春からも弾丸やから。いやそう間違いない、そうもう行って帰るから、もうみんなもそれでしようやん。いやマジで、いやもういおいで、うん、渚最高ちょっと生で見た方がいいと思 う、ね、うん、だって配信ないもん。そうやで、渚最高まだ見れないですよ、うん、明日見なきゃ、見なきゃったらやって、見なきゃったら、そうやで、うん、やばい、ちゃんと踊れるかな。踊れるよ。踊れるよ。でも名古屋でしか見れないものもいっぱいあるもんね。確かに。だからしかも配信ないから、うん、明日の目で焼き付けるしか、うん、そうやで、明日にしか見れないものとかも絶対あるし、これは絶対見た方がいい。見なきゃ、うん、配信やってアーカイブあったらさ、別にさこんなに押さへんけど、うん、名古屋でしか見られへんってなったら、うん、来なあかんと思う。まあ、配信ないからな。そう、うん、あのちなみに羽田も羽田はちょっと、うん、あの逆に見てもらうの泣いちゃうかも私。うん、そうやね、見てもらうの泣いちゃうかも。確かに、もう辛すぎて泣いちゃう。半分くらいになりながら頑張るから、あの身を削って頑張ってるから、うん、めちゃめちゃ身削った。あの名古屋はさ、どっちかってみんな楽しいワイワイで、みんなに見てほしいやけど、ちょっと東京、羽田はちょっと身削ってて、メンタルもな、みんな細い。なんか、よう頑張ってメンタルと体力と全身全霊でちょっといろいろ削ってるから、うん、羽田も見に来てほしい、うん、でもちょっと見てほしいような、見てほしくない。なというか、大変すぎてな。まだ出来上がってないから、まだちょっとさ、見てほしいって言えるレベルではないような。複雑なんよ。わかる。仕上げてこう。うん、仕上げてこう、あと1週間で、まあ、とりあえず名古屋でね、名古屋も完璧なんで、名古屋は完璧よ、もう楽しむだけ。いやもうほんまに名古屋は楽しむだけなんで。もうね、あ、ペロちゃん全然、いや絶対さ、ここと思ったらできないやん。ペロちゃん、こんな挟まれて、なんかペロちゃん、好きな、好きなおにぎり何やと思う、おにぎりの具。おにぎり、うん、昆布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 ってか、くわじゃ、必殺技はピロピロ、うん、特技なんやと思う、あの子ピロピロ全部ペロちゃんってことかな。全部ピロピロでいけた、ね、確かに全部ピロピロって書こうかな。ペロちゃんはペロは今日も頑張って、うん、踊って、うん、寝て、うん、寝てなかったで、なんか寝てなかったな。寝なさいって。ピロピロは意外と不規則な生活してるから、ね、寝れてない。いやほんまにな、心配からだな、マジで。それだってさ、しかもさ、一、うん、回さ、ホテルでさ集まったことあるやん、ドラさんロッキーで、うんうんうん、でドラさんロッキーで、みんな、うん、みんなじゃない、何人かで、ね、その時にさ、春が来やんかったん、結局。いい、違う、読んだけど来やんかったんね。なんか次の日がある、そう、忘れたけど、なんかしんどいとか言って、そう、読んだけど、こうやってな、みんな、私がな、もう早く寝たかったから、うん、なんか、とりあえず、お風呂入ってから来てってたよ、そうそう、で全員にな、うん、で、みかなんか行っちゃ早かった、お風呂入ってきて、うんうん、でそう、で、あの、誰か、で、原さんが、もう解散するんじゃないかぐらいの時に、うん、髪の毛びっちょびちょ、2、3時間後くらいの、なんか、マスク、何ヘッパック、そう、姿で、うん、で、あ、出たみたいな、あれ羽織ってガ、ダウン、ガウン、ガウン、そう。でもさ、その2時間何してたんっていうのが一番恐怖じゃない。なそうお風呂入るだけやね。何してたって聞いても、え、分からんそうしか言わん。でも分かるかも、お風呂入るまでめっちゃ時間かかる。え、時間かかるけどさ、メンバーに会いに行くって予定があんねんで、2、3時間かかる。でもじゃあ早く入る、うん、ピロちゃんはマイペースやもん。マイペースの極み、うん、マジだ。でも初めて会った、びっくりしたよね。あ、いや、ピロピロ役許されるよな。うん、そう、まあ、そういう子間違いない、そういうものやから、うん、そう、ピロちゃん遅くなったねってなるだけ。そうそうそう、そういうものです、ピロピロは。いいとこなの。そう、ピロピロのいいところ。さ、そのうちらがさ、ジュース取りに行こう言うて、うん、で、ちょっとね、なんかその建物が、うん、こうレッスン場が例えば、うん、じゃあ5階やとします、うんうん、5階 で飲み物の場所が7階やとします、うんうん、で7階行こうか言うて、うん、で私も行くって言うけど、全然今回は私が行くんです
そうそうそう遅いのね来るのが。そうほんで私らが全員飲み物を買った後にピンって一人で来る、うん、でももう私ら先降りる待たへんって。結構だってこの4人せっかちじゃない。そうやね、めっちゃせっかち、うん、私せっかちじゃないよ。いやせっかちやね私あのな、うん、言うぞくわ、あのエレベーターのボタン連打したことないから。いやそんなことあるか違うよ。せっかちの基準なんなん。準備遅いかもレコちゃん、めっちゃ遅い。あそうなんや、準備。じゃあロッキー3人がせっかちってこと。なるほどね、ここがせっかち。めっちゃせっかちよね、うちら。めっちゃせっかち、うん、リハーサルもせっかちやしさ、うん、とにかく早く早く効率だけを求めて、何でも早く間違いない。なんかさ、ぐだりそうだったらさ、みんなではいはい急になんかはい、わかりました、はいはいはい、OK です、はいわかりました。たまにさ、質問されてんのに返事しちゃうときな。心身マジでさ、朝のコール&レスポンス寝てるよな。コール&レスポンスって何？あの心身これこうやんなとかって。コール&レスポンスなんでそんな。お姉さんな感じで言ってんの。毎日今日も言われてたの。なんでそんな濡れてんの。言われた？走ってきてた。あの振り向き倍速で見れて倍速で見てたよな。あれはトーク部分を早くしてた、アニメも早くなっちゃっただけ。あ、フリーウェイもね。で、YouTube 倍速で見る私。めっちゃ倍速で見る。でも飛ばす。飛ばし飛ばし。TVer も 1.25 でドラマ見てる。うん、一番もう行き急いでね。あ、いいかいにゃん。行きは急いでないよな。行き方を充実するためにせっかちやね。なるほどね。時間をそうそう、省く、大事、かなわなあかんわ。そういうとこ、いかにゆっくりできるか。そうやね、家でゆっくりするためにせっかちやねんな。なるほどね、そういうもんよ。そういうもん、うん、そうやね、効率よく動いて自分の時間が欲しい。そういうこと、大事大事。そういうこと、そう、ほんまにせっかちですね、うん、原さん以外6期は、うん、間違いない。でも原さん大阪の街歩くのめっちゃ早いで。歩くめっちゃ早い、めっちゃ早い。しかも足長いプラスちゃんと回転も早いね。回転足の回転。え、でも心身も早いで。マジ？え、心身早い？早い。心身早い。そう、街中で見かけて、あ、心身と思って。あ、確かに一人の時は早いかも。十字路やってんけど、うん、あのこう遥かが直進してて心身が通り過ぎていく方やってんやんか、うん、もう見つけたと思ったらすぐ消えたんか。遥かも早い方やねん。早いな。いやでも確かにそれでも追いつかんかった。いや遥確かに先頭じゃないと嫌や、人の。なんか前にしておる。そう、嫌 や, や、うん、自分の先頭がいい。そこまでは思わんねんけど、確かになんか動線考えちゃうな。なんかあの人これぐらいで来てそうやから、これぐらいにここ行っとけば行けるかとか。細い道とかさ、なんか前にちょっとゆっくりな人もいるから、もう先にスッて通って、確かにちょっとゆっくりな人みたいな。ですよ、皆さん。せっかちや、みんな。みんなせっかちかも。え、早着替えもさ、私も更衣室入る前にもうなんかあの全部脱いでるもん。わかる。もうやばい。めっちゃわかる。え、なんかあの、これあれやけど、うん、公園のゲス、うん、もう革ジャン、うん、暑いし、うん、脱ぎにくくなんねん。だからもう履けてる途中でなんならちょっと脱ぐ。え、そうやろ。あかんやん。暗いやん。あ、暗いからもう見えてないのよ、言ったら、うんうんうん、もう脱ぎ始めてる。めっちゃいやいや。どうぞって暗くなった瞬間、え、前のボタンペンってあげて、まあ、うちあのピアス行かれたらこうやってピアスってもうチャック開いてる。効率悪くない。落としそう。嘘。そこやな。いや、でもせっかちやな。でもやっぱ早着替えは大事ですか。大事。やっぱね、いいものをお届けするためにはちゃんと着替えないといけないわけだから、うん、間違いない。プロ意識です、これは。そうです。
そういうことでしょ。そういうことです。そういうことです。そういうことです。そういうことなんです。あ、今日の注目ポイントやん。ってる。あ、今日は今日はあかんで、やできひんでも。今日は何かわからんもんな。確かに。かな確かに今日はユニットなまだ誰か確かに。それともユイナかな。あ、私。いや、シンシンかもしれない。今からゲス覚えるのも地獄すぎやろ。ほんまに残念やったです。シンシン今日ゲス。バリ言われてるやん。めっちゃしんどいし。内緒か。めっちゃしんどい。めっちゃ暑いし。衣装重いし。ほんまにじゃあ。最高です。この間。ほんまに。前一緒にしようじゃん。ゲタとシンシンのゲスはしんどすぎて二人ともぽくなさすぎて、間違いない。こう真っ青になってたらしくて、トレーナーさんから大丈夫、倒れそうな感じやねって言われて。マジゲスほんまにしんどい。しんどいし、ほんで怖いし。そう、怖い。あれはそう、怖いし、足上がらし。ほんまにめっちゃしんどい。あれはえ、アンジュめっちゃ服かわいい。え、それなんだ。今めっちゃ見てた、かわいい。ずっと見てた。いいな、嬉しい。いいなってなって。それ写真撮るの？撮ります。あ、それで渚さん行こう撮んの？うわ、撮っとくんだろ。あれすごかった。リボンな、見たで。ちょっと時間かかるんですよ。そう、マジだからもうやらない。もうやらない。次クラブでやってや。じゃあそろそろ終わろう。じゃあ全員で呼んでいこう。ちょっと待ってよ。13位。あんとさん。ちょっと待って。カズさん、ありがとう。ありがとう。一緒に出るって、そっち一緒に出る。一緒に出る。一緒に出る、そっち。13位カズさん、ありがとうございます。12位ドブキチ、ありがとうございます。11位ジン、ありがとうございます。10位タモーちゃん、ありがとうございます。9位がルト君、ありがとうございます。8位がエイキ君、ありがとうございます。7位がサムさん、ありがとうございます。6位がモミちゃん、ありがとうございます。5位がユウ、ありがとうございます。4位がアッキー、ありがとうございます。3位がオクタク、ありがとうございます。2位がマコッちゃん、ありがとうございます。そして1位がガンズでした。ありがとうございます。1位ありがとう。ということで、皆さんお昼から見に来てくれてありがとうございました。大丈夫、ユイナがおるってやっぱりおる。お茶もはい、ということでペコちゃんの配信行ってからリハーサルまた戻ります。ありがとうございました。あ、そっか。